安住社長のハゲ中止ならなくですが、うん、なんだなんで来ねえんだ。対してね、怪しい怪しい、絶対何かおかしい、絶対ただの寝坊ではない。安住さんはなんかしてんのが聞こえたね。洋平くんもなんかやってんじゃない、それで。洋平くんいる？いない。え、今隣で大声出したの？いや、それは僕です。はじめさんは隣にいる？私は隣に。洋平くんが行方不明の。寝てんね。なんやそのゲームは。世界の遊び大全。この世界の遊び大全っていうゲームでいろんな世界の遊びがあるんでしょ。そう。ケンスケ、なんかめちゃめちゃ強い競技があるんでしょ、ケンスケに。五目並べ。何、とまんガチな。すごいよ。高校の時めちゃくちゃやってたらしくって、これマジで世界取れる。本当にケンスケが最強なのかっていうのをもう今とまんと、俺と、洋平くんと、まあ、はじめさんも後から来るので、これで。四連チャンかすげえ。四連チャンする。頭つかマジで。逆に今日こそ倒してやる。いや、マジでね、俺ら動画では強えから。確かに。ケンスケとトマンで戦っていただきます、まず。試合開始です。はい。私先手でーす。ど真ん中打ちまーす。はい。黒がケンスケ、白がトマトくんです。はい。そんな強いの、ケンスケ。ケンスケマジ世界取るレベルで強いらしいっすよ。ちなみに俺は2戦2敗。マジケンスケワンチャン世界取れるっすよ。え、5目あるってなんだっけ？縦横斜め何でもいいから、同じ色を5列つなげた人が勝ちです。だいぶやってねえな。王者だからね、褒めてくれるんですよ、いい手打つと。無理だ。あぶねえ。ちなみに今これ3つ並んでたんで、どっちか打たなかったら負けてたんですよ。そうなんですよ。危なかったぜ。勝ちー。うわ、やばい。よっしゃー。いやー、一人目から勝つなや。お前も一人目で負けんなや。企画崩壊だよ。皆さん、シロワニって知ってる？シロワニ？ワニ？シロワニ。わからん。シロワニ書いてみて。どう考えても白いワニです。シロワニ書いたら悪いよ。シロワニ書いてみて。ちょっと。でもちょっとわかんないから。いえいえ。あ、知ってんのこんな。全くわかんないです。なれない。え、どうですか？シロワニ、お互いうまいっすか？めちゃめちゃシロワニっぽい。じゃあ、陽平さんからじゃあシロワニ見せてください。暗いかな。はい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 。だから伝えたいのは本当に白いワニ。ケンスケ。はい、伝えたいのはこの二足歩行のワニ。もしかしてなんか、桜並木で死ぬ？トマンも書いていい。はい。シロワニってこれ、こういうやつですね。こういうバクテリア。おー。あー、シロワニ？そう。あ、なるほどね。そういう感じのね。じゃあそちらなんで、いきますよ。シロワニそちらでございます。せーの、ポン。サメやないかい。こんにちは。今回、私ちょっと気になることがありまして、ちょっと一つみんなにちょっと仕掛けようと思ってることがあります。それはですね、もし俺が永遠にチャーハン炒め続けてたら、どんな反応するの？まあなんか、本当にシンプルなんですけど、僕がですね、お昼時にチャーハンを炒め始めます。みんなは早く食べたいから完成を待つと思うんですけど、そこで僕はいつまでも完成しないで永遠にチャーハンを炒め続ける。で、そうなった時、みんなはどんな行動するのかなっていうのをちょっと検証していきたいなと思っております。それではレッツクッキング。洗ったけど今からなんか食えるんか。え、さては油ない。油ある。これキッチンの下にある。あ、ありました。あ、これパイプにしか。あった。アイスとかね。へえ。純度100なら。あ、目玉焼きになっちゃう。やべえ、やばい、スクランブルエッグになっちゃう。一回止めました。いい匂いがしてきている。うまそうだ。ちなみに畑では完全に料理が解禁されました。唯一禁止されていた。さっきの失敗作だった卵をもう一度入れた。そういう料理なのかもしれん。なんか分かったぞ、これチャーハンだな。あ、チャーハンっぽい。チャーハン作ってくれるのはマジでありがたい。匂いはすげえうまそうなもん。匂いしてきてるよね。あ、山田涼介くんが宣伝してる香味ペーストだ。でも香味ペーストを入れたってことはチャーハンしかない。うん、いや、めっちゃお腹鳴ってきたわ。うん、すげえうまそうな匂いするんだけど。やばワクワク。どうしよう、これで自分だけ食べたら。でも俺ら確かに別に待ってても何も言われてないぞ。あ、なんかはじめさんが洋平さんとトマトくん2号室のシャッター前来て。今今今行ってきていい。
キリ急げ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 頑張って抜き上がる前に帰ってくるさ。いやしかしちょうど言うのかもしれない。ベイベーそれ誰そんなに甘く。うまそううまそうめっちゃうまそうめっちゃうまそう。いやもう中華料理屋さんのおっちゃんやん完全に。いいね男飯だめっちゃうまそう。熱いな食いてえ超うまそうじゃん。あーなるほどね。いい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 いね。家庭的な感じになってきたね。すごいなんか長づいたー長づいたよー長づいたよどうだ飯はできたかーどうだどうだバリうまそうなニュースだよ。まだやってるかちょっとおおなんかえめっちゃっぽい。お腹すいたもう無理だ。めっちゃうまそうじゃない。すごい家庭的なチャーハンできてるよ。うん美味しそう。そんな炒める何が始まるマジで。しばらく後炒める感じ。はじめさん呼んでるからやっとこうか。あ終わった終わった。あやばい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 。もう完成じゃないてか、なんならもう味方下げる状態でしょ今。何がしたいんだろう。でも一生炒めてるからさ、まだ炒めるってことでしょ。じゃあご飯帰ってきていいかな。腹減ったぞ。お腹すいた。大丈夫だ。だいぶ至近距離だ。バトルいけー。ダクソー待って、邪魔されてる俺。よっしゃファイヤーだ。料理長まだお腹減ったよ。腹減ったよ。一回コンビニ行ってきていいですか。ここ行って大丈夫なのかな。あ、大丈夫そうだね。大丈夫そうっす。お茶かかりそう。じゃあちょっと、料理長ちょっとコンビニ行ってきます。はい。いいらしいよ、いいらしいよ。ダメだよ、ダメだよ。確かに。ダメだったらダメって言うもんで。いなくなっちゃったまだ炒めてる。いただきます。うまい。はいということで激ラー結局何だったんだ。俺が永遠にチャーハンを炒め続けたらどうする検証。結果いなくなる。そして勝手に勝手に食う空腹にがでも耐えられなくなってその匂いでチャーハン買っちゃったもん。一応食べてみーや。よし、いただきます。はいはい。1時間炒めたチャーハンです。いただきます。シーラカンス化石化してる餅みたいになってきてる。どっちかというと食べな食べな。いただきます。でもめちゃめちゃパラパラよ。こんなパラパラなことあるってぐらい。今だから言うんだけど、タナチが別の撮影で一緒に抜けた時食ったよね。みんなうわその時はね、美味しかったよ。めっちゃうまかったね。ちょっと味見してみる。あ、でもマジで美味しそうよ。ちょ、いただきます。今が多分一番美味しいんだと思うんだよ。本当に、いただきます。ちょっと、怒らないでね。うん、うまい。うまい。いただきます。うまい。